久保さん、今日の18時に公開にしようかな。はい、昨日ですね、あのー、夜か、あの月収300万先月達成した熟成さんと対談したんですけど、いやーね、20 7月30日で25になるらしいんですねで。今24で7月30日誕生日で25になるらしいんですけど、いやすごいですね、マインドが、考え方が。 僕が10年以上かけてね、培ったその考え方、マインドがね、もう若干25でもうインストールされてると。無敵だなと。まあ何かっていうと、まあ報告いただいた時にその、まあ先月ね、300万達成しましたと。ただ7月入ってからもう、まあ、今日から、今日から凡事徹底ですみたいな。まあ普通だったら300万稼いだら絶対切り抜けるんですよ。絶対切り抜けます。天狗になります。わ、300万いったぜみたいなね。 ま、なりますよ。25歳ですよ。<laughs> いや、それがね、まか、すげえなと思いましたね。普通だったら天狗になりますから。うーん。だから僕もいろんな時期がありましたね。やっぱ、まあ、一時期社長になった時にね、ちょっと天狗になった時ありましたからね。まあ、売上もね、1000万、2000万とか、まあ、普通に上げられるようになってて、なんか、ちょっと天狗になったなという時ありましたよ。 うん、まあ、天狗になったらね、何もやっぱ学べないので、まあ、常に謙虚であれと。うん、常にやっぱ、あまあ、凡事徹底ですね。うん、まあ、これしかないっすよ。凡人が異常な生活したいんだったら、凡事徹底するしかないと思いますよ。ただし、その凡事徹底は、そんなに大変なことはないと。 なぜならば、凡事でって、まあそのね、25歳のね、塾生さんも言ってたけど、あの、凡事でってって難しくないですよね、と。だって誰もができることをやる。誰もができることをやればいいんで。で、それを徹底的にやる。ただ、できないとするならば、徹底的にこの継続してやるかやらないかっていうところができるかできないかっていうところなんですけど、その最初の、その、やること、やることはできることをやるわけじゃないですか。な久保さんもね、遡ると、やれることですよね。 誰でもコメントって書けると思うんですね。それをもう徹底的にやってましたからね。マジで。コメント書きのプロになってましたね <laughs>。また来たよ、みたいなね。うん、だからネットビジネスっていうのは、うーん、本当にね、続けてれば稼げるうんっていうのが、うん、言えるビジネスなんじゃないかなと。本当になぜならばライバルはいなくなるからと。 もちろん続けていく過程で、ただそのね、あのー、なんだ、何も考えず、何も考えず、ただ単調なことをやってたらダメですよ。しっかりと分析するとか、まあ、久保さんもね、まあ僕もそうですけど、あのー、どうやったら再生数上がるのかとかね、キーワードいろいろ入れてみたりとか、いろいろテストしてますよ。うん、ナイトライダーも、こう、キーワードをやったらどうな、わかったな、みたいな。 クレジットカードやったら当たったなとかね。なんかその、いろんな、いろんなキーワードでテストしてるわけですよ。だから去年なんかね、給付金めっちゃ攻めてましたけど。<laughs> ね、<laughs> あ、これ当たったわ、つって。でももう攻めてたし。だから、なんだろうな。それは必要です。で、それをやりながら、まあ継続してれば <laughs>、間違いなく結果出ますよね。うん、仮説と検証の繰り返しですから、そんなのは。 うん、仮説を立てる、検証する。また仮説を立てる、検証する。また仮説を立てる、検証する。これいけるんじゃないか。ダメだった。これいけるんじゃないか。いけた。なるほど。じゃあこういうのはいけるんだ。っていう、それを積み上げていくんですよ。うん。だからそれさえすれば、まあ結果出ますよ。うん。だからまあ、実はネットビジネスっていうのは簡単なんですよね。非常に。非常に簡単。 ただ簡単なことはみんなできないので、まあ、簡単じゃないってことですね言ってらっしゃい。